これもね頭の中に焼き付けてってください。ネット集客いろんな考え方あるんですけれど、大事なことはこれ皆さんの会社のホームページね、真ん中に対してアクセス数を増やすっていうこととコンバージョン率を上げるっていうところなんですけれど、コンバージョンって書いてありますけどね、インターネットの世界の中では電話がリンリンってなったりメールが来たり、先ほどお話しされた LINE のこう問い合わせも何でもいいです。あとうちの会社だったらセミナーの申し込み、あと例えばね、なんとか教室とかだったらそれの体験会の予約とか何でもいいです。お客さんから何かアクション行動が起こったことをコンバージョンしたっていう言い方をするんですね。でほとんどの世の中の会社さんというのはホームページをね、なんかね見栄えを表面をなんか良くしてふわーってかっこよくなって動かすのを何十万も何百万もかけてなんかやったりとかね、ね、うんうんってなんて言われてる今会社さん いらっしゃいましたけれどとか、あとブログばっかり、よしお前らブログとにかく毎日書けとかね、そういうことばっかりやってる。いいんですよ別に、それはいいんだけれど、そればっかりやっても実はこっちにあんまつながりにくいんです。これここ左側のアクセスアップって でもですよ、そこいう部分のところをちゃんとやっとかないと、今この後もう一回スライド切り替えて集客するところの話をしますけれど、あの手この手でその集めた時にここがちゃんと動いてなきゃこっちつながってこないんですよ。ここばっかり集まったってなんだこのポンコツサイトホームページみたいな、全然魅力的じゃないなと思ったらここでバッテンして閉じますよね。多分皆さんも消費者の立場 の、普段は行動されてると思うので、検索のその気持ちってきっと非常によくわかると思うんですけど、なんだよこのホームページこの会社のみたいなね、そうすると残念な感じになってもう二度と来てくれない。だからこの両セットで両輪で回していかなきゃいけないんです。アクセス数をちゃんと増やす考え方とこのコンバージョン反響が上がってくるっていう、でこれ数字を書いてくるんでぜひメモって書いておいてほしいんですけれど、そもそもじゃあホームページにアクセス数ってどのぐらい来ればいいのっていう、こういうのあんまり話してる人いないと思うのでちょっと書いてみますよ。これ月で考えてください。月1000アクセスです。ホームページ、広告使ったっていいです、 SNS だっていいです、何だっていいです。とにかく1000アクセス月間で集まんなかったらビジネス用のホームページとして機能してこないと思ってください。で僕は上場企業から小さな会社さんまで Google アナリティクスの分析ツールですね、いろんなのをひっくり返させてもらっていろいろアドバイスしたりコンサルしたりこうやらせてもらってるんですけれど、結構でかい会社さん、皆さんが知ってるようなでっかい会社さんでもこれ月のアクセス数で200、300は当たり前です。何にもしてなかったらね、何もしてなかったら、でもほとんどの会社さんが何もしてないんで200、300のアクセス数は当たり前なんですよ。そんなんじゃ絶対問い合わせ来ない。じゃあ1000ぐらい集めてあの手この手で集めるんですけれど、その後ねその反響率、コンバージョン率です。これはね率で考えると分かりやすいです。率、あそこの問い合わせって書いてある、これね数字ちっちゃいんです。 0.5% 1% ないですよ。 0.5% で 0.5% あったらすっごい優秀なホームページだと思ってください。だからつまり1000件のアクセス数があったら5件の問い合わせが来るんですよ。5件の 0.5% の反響率だったらもう最高。もう余計な大幅なリニューアルとかもうね新規で新しく作り直しとかねやらない方がいいです。落ちる可能性があるから。で世の中の、ホームページほとんどが 0.1% ないです。これは僕ら同業者ホームページ作ったりSEO やったりとかそういう会社もみんなこれ 0.1% ないです。だから集客めちゃめちゃ困ってる。高橋さん集客どうすればいいですかね。でホームページ会社がみんな悩んでるんです。だから電話かかってきません、ホームページ作りませんかって。問い合わせがないから自分たちがアウトバウンド営業するしかないんですよ。それが現実なんです。で、0.1% ないからつまりこれ一件の問い合わせもないって話。あ、なんか僕踏んじゃったかな。で 0.3% あったらこれまあまあ普通、そんな感じで覚えてください。だから 0.5% で1000のアクセスで5件あったら最高に優秀だと思ってください。で 0.5% 取れるようになったらここをもうあの手この手で月のアクセス数を2000、3000、4000、5000、6000、7000、1万って上げていくんです。で皆さんの業界は自動車関係ってお聞きしてます。単価が多分高いと思うんですね。だから広告とかも突っ込みやすい業界だと思うんです。これがね100円200円のボールペンを売っている会社さんとかにねそういうこの話しても、だって何個ボールペン売んなきゃいけないんですかって話になっちゃうから広告が突っ込みにくいです。でも皆さんの業界はあとうちのクライアントさんで結構いるのは工務店さんとかね、
単価が高くてそういうところっていうのはいろんなことが挑戦できます。やっぱりなので皆さんのところもそうなんじゃないかなっていうふうに思っているんですけど、で話を戻します。2000、3000、4000、5000でやっていくと、ここが 0.5% のコンバージョン率があれば5、10、20、30、40どんどん増えていくんです。なので広告ってどのぐらい突っ込めばいいんですか高橋さんという社長たちに言われるんですけれど、違う、何件問い合わせが欲しいんですかって僕いつも聞くんですけれど、その逆算です。そうするとね、全部分解していくと、じゃあここにこここうするためにいくらでどこに何に突っ込んでいけばいいよねっていう話が全部できてくる。そしてインターネットの中っていうのはこの数字がね結構ブレないんですよ。ここがいいところだから、一回ねこううまくいけばね、それがずーっとねなんかこうそのまま話がこう進んでいくっていう、そんな感じなんです。